はい、山田久太郎でございます。童貞を守り続けて10年足らずっていうキャッチフレーズがあるじゃないですか。あんまあるんですよね。でこれも別にどっちでもいいんだけど、まあ聞かないでいい回です。でそのキャッチフレーズはまあ別にもう飽きてきてると思うし、別に何とも思われてないと思うんですけど、一応は啓発活動なんです。これそれの話ちょっとしましょうかね。あの啓蒙活動、啓発活動ですかね。要はね、エッチは好きな人としてくださいなっていうのが僕の考えでね、これはねアピールしたいんです。実はアピールしたいんです。でエッチは好きな人とだけしてくださいと、それは男性にも女性にも言いたい、要は日本人全員に言いたいっていうね。まあ、もちろん宗教家じゃないですよ。僕は無宗教だし、別に何か思想家でも何でもないんですけれども、経験値からねそういうことを考えております。キモかったら、オフボタン、押してください、ね。でもうねセックスなんて、好きな人としたことありますか？本当にもう好きな人とあるよね一回ぐらいは。ないかな、ない方もいるかもしれない、もうなかなか好きな人、本当に好きだっていう人がいたことない人もいるからね。別にモテるモテないとか別問題で、そういうのないかもしれないけどね。でも本当に好きな人とのエッチしたことある方だったら分かると思うけど、もう普通の好きじゃない人とのエッチと比べ物にならないぐらいね、気持ちいいじゃん。気持ちいいし、なんか いい時間じゃん。なんつうのかな、100倍ぐらい違うじゃん、その価値っていうのはね。で好きじゃない相手との、ね、セックスなんかもうオナニーみたいなもんじゃないですか。そうじゃない？別に思いやりも大してないしさ、多少はあるにしても、お前オナニーですよ。そしたらもう自分でするわっていう感じじゃん。オナニーならオナニーならば、だからね、そうやっぱ好きな人とするっていうことを決めてくださいよ。決断してください。もう今後の人生で好きな人としかエッチしないっていう。だからね、まあ、男性の方ももし聞いてたとしたらね、あんま聞いてないと思うけど、ご自身の精子はね、もう黄金の精子なわけじゃないですか。自分の遺伝子がたくさん詰まったね、大事な大事な精子ですよ。それは好きでもない女性に出さないでくださいよ。もったいない。僕はそういう考えですよ。好きでもない女に出せるか、俺の黄金の精子って思ってますからね。キモいですか？それぐらいの気持ちでいてほしい。だからね、メンズエステで抜き目的とかね、行っちゃうことを目的とかしてる方もね、まあまあ気持ちはわからなくはないですけれども、もったいないっていう意識を持ってほしいんですよね。ドキドキしてムラムラしてとかね、テストステロンが分泌されて、よりいい感じになると、そして好きな人と、エッチする準備しましょうよっていう感じかな。だからね、本当にね、そんな精子をばらまくっていうのが、まあ動物なんでしょうけども、人間なんだからさ、好きな人見つけるっていうことを大事に、なんか生きてってほしいですな。偉そうに言ってるけどね、ね、エッチは好きな人と、してください。男性も女性もよ、そうで、まあ何を言おうとしたか分かんなくなっちゃったな、アホな話ばっかりしてるから。そうだからね、いや適当な人と結婚したりするから、いや僕も離婚してるんですよ。僕 もう全く同じだから、皆さんのこと否定してるわけじゃなくて、自分の経験値から反省も兼ねて言ってるだけなんですけども、なんか適当ないい時期、いい年齢になったからとかさ、いい、周りがみんな結婚したからとかさ、相手がすごい結婚したがるからとかさ、そういうような適当な理由で結婚するでしょ、好きでもない人と。まあいいかなぐらいで。だからダメなんだから離婚するんですよ。もっと好きな人ちゃんと探してくださいね。自分がもう震えるぐらいこいつだって思うような相手を探して、それで告白してお付き合いして結婚するなりセックスするなり、してほしいんですよね。で
みんなだから大概、いや全員が全員じゃないですよ、ただ大概の、まあ大概って言ってもどれぐらいの割合か分かんないけど、まあこの人でいいかなって言って結婚しちゃうでしょ。だから離婚するし、そういうカップルが多いから、本当に好きな人探さなきゃいけない、探そうと、思ってる人がなかなかそういうパートナーが見つからないっていうパターンもあるんですよ、事実として。要は適齢期の人たちがみんなパートナー探し真剣にやらない中でこの人でいいかって言って結婚しちゃったりしちゃうから、あの本当は会う人が結婚してたりとかするわけじゃん。本当はこの人が会う人で大好きだってなっても結婚してるから、俺とは結婚できないみたいになるわけじゃん。だから一人一人がもっと真剣に自分のパートナーを真剣に見つける、ね、あの真剣に探す、この人かなこの人かなって、そしてこの人だって見つかった時に、結婚するなりエッチするなりしたらいいと思うよ。離れられなくなると思うよ、そっちの方が。離婚もしないだろうし、愛もね生まれるし、まあ極端な考えですけどね、ちょっと雑談ですけどね、まあ、これ聞かなくていいよね、こんな熱弁するようなネタじゃないですからね暇つぶしに秋帽子に話してるだけですけど、暇つぶしではないけどね、それはね僕は思いますよ。だからみんな真剣に、自分の最高のパートナーを、吟味して、いや必ず、見つかる仕組みになってるようですよ、最高のパートナーが見つかる仕組みになってんだってさ、どんなに容姿がどうこうとかね、体重がどうこうとか、性格がとかなんとかっていろいろあるけども、会う人がいるんだって。必ずあなたに会う人がいるの、必ずピタッと会う人が、あこの人だっていう人がいるんだ。聞くでしょこの人だっていう結婚した人の話、浮気もしないしずっと仲良しじゃんそれ、それを増やしたいんですよね。増やしたいっつうかなんつうか、俺が増やしてどうすんだっていう話なんですけど、そしたら家庭でも癒されるしね、メンズエステの話ちょっと入れとくと、メンズエステに癒しのアウトソーシングをする必要もなくなってくるし、だからメンズエステ業界が廃れていって僕は無職になるという、ことになるわけでございますじゃあ良くないかじゃあ今のままで結構ですけどね、ただ面白い考え方でしょ。本当にいるんだってさ、自分の最高のパートナー、浮気なんかしないでいいぐらいの、ね、離婚したいとかそういう風にならないようなパートナー見つけられるんだって。だからまだ独身の方なんかは真剣に探した方がいいと思いますよ。そんなね、隣にいるからって、今付き合ってる彼氏か、今付き合ってる彼女だからまあいいかなこいつでみたいな、そんな投げやりなね結婚しちゃダメですよ。そんな投げやりなセックスしちゃダメ、真剣にもうここもう命がけでこいつだって思った相手と結婚、そしてセックスをしていただければと思います。お好み焼き